はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、先日ですね、先日、さっきね、ライブでやってたこのモッドなんですけど、ちょっとね、タイトル画面の音楽が著作権に引っかかるというんで、今、音消してありますけどね、ライブの時ではね、本当に初見だったんで、なんか意味全くわからんみたいな感じだったんですけど、ちょっとね、ちょっとあの後ちょっとやって、ちょっとだけ分かったことがあったので、まあ、ちゃんと説明したいなと思ってね、また動画を撮っております。はい。でですね、まあ、タイトル画面こんな感じなんですけど、まあ、見るからにね、もうセブンデイズじゃないんですけど、この左下にね、ちょっとだけセブンデイズでこう、ここに書いてあるのが、唯一セブンデイズっぽいというか、あと、まあ、ここの窓とかね、ここの数字とかね、A21.15 となんか書いてあるのが、まあ、セブンデイズっぽいかなっていう感じなんですけど、よくわかんないのがね、この左上ね、これね、はい、ヘチマタイキックって私のアイコンが出てて、なんか星がついててさ、サバイバルデイ147って書いたんだけど、これライブでも言ってたけど、これマジで意味わかんない。これ何なんだろうね。別にクリックしても何も起きないんですけど、うん、まあまあそれはさておきですね。じゃあちょっとやっていきましょうか。これがね、新規で継続、マルチみたいな感じだと思うんですよね。うん、で、こっちがですね、まあこれが戻るね。これ戻るで、この矢印やるとメニューが出るんですけど、で、これが一応、オーディオとかディスプレイとかの、まあ、設定ですね。はい。で、その次が、これがまあ、プレハブとかワールドエディターとかそこら辺のやつね。で、これがまあ、ゲームから抜けるなんですけど、エスケープキーとかじゃないんだよね、これはね。うん。で、これが戻るね。はい。うん。ということで、やっていきましょう。いろいろね、ここにもなんか、なんだろうね、これ。ディスコードかな、ちょっと怖くて触りたくないんだけど、この辺もなんか一応ね、触ると反転するんだけどね。まあ、ようわからん。ということで、ちょっとやっていきましょうか。はい。でですね、これやってたんでね、さっきね。ちょっとデータ残ってますけど、消しちゃうか。継続のデータ消去で消しまして、ちょっと最初からまたやってみましょうかね。ここら辺のね、設定は一緒ですね。特に変わりはないですね。はい。120分にちょっと動画の撮影所させてもらって、これはね、64体までしかいかないですね。うん。だからまあ、ここら辺の設定は一緒かなという感じでございます。はい。じゃあちょっとやってみましょうか。でですね、まあちょっと始まるとですね、いきなり虫が飛んできて攻撃されるんですよね。すごいブンブンうるさいんですけど、まあ、これはね、なんか、虫に寄生されて、どうのこうのっていう、なんかそういう設定があるみたいで、まあ、そこの演出というかね、まあ、そんな感じになっております。ちょっとね、めちゃくちゃうるさいんだけど、最初ね、音量注意です、ちょっと。もしあれだったら、そこだけ音量下げてもらった方がいいかもしれません。はい。これね、ブーンで、ちょっと最初想像しいんだけど、これでな、刺されるんですよね。虫に刺されて、うわーってなって。で、まあ消えるんで。ちょっと待ってたら消えるんでね。はい。まあここはもうしょうがないということで、はい。こういう感じになっております。はい。で、始めるとですね、クエストが2個出るんですけど、これね、これは生き残るための基礎知識はまあいつものやつね。まあ、とりあえずこれ先にさっさとやりますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、終わりました。一応これで、最初の、まあ、バニラでもあるようなね、クエストトラッキングは一応終わったんですけど、これの他にですね、まあ、ちょっと最初見てもらったらパッと気づいたかと思うんですけど、持ってるものがいろいろあるんですよね。こんだけ持ってます。はい、最初の状態でね。で、まあ、これはいつものやつね。デュークさんからのメモね。まあ、これはまあ、いらないんで、あれです。で、これがまあ、土地主張、松明、救急包帯、あと缶詰1個と水が2本と。で、これがですね、ヒューマンリサーチセンターとかいうやつなんですけど、クエストでこれを置けっていうのがあるんですよ。これね、ヒューマンリサーチセンター設置する。なので、この最初から持ってる、これ結構でかいものなんですけど、これね、これ置けばいいんですけど、こんな感じね。はい。まあ、これ何をするのかって、まあ、ワークベンチ的ないろんなものが作れるんですけど、ちょっと素材がね、最初ないんで、まあ、とりあえず置いとくみたいな感じね。置いとくみたいな感じになってます。はい。でですね、その、すると、クエストが進んでいくんですけど、これね、次はね、クリスタル、ラインオレを収集するという、これなんですけど、
これ実はね、この青いクリスタル取れるんですよね、叩くとね。これで、まあこれを300個集めろっていう話なんですけど、ここまではね、これ集めるところまではライブでやりました。はい、なのでちょっとこれ集めたいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。はい、ちなみにですね、この、青いクリスタルね、青いクリスタル1個破壊すると、50個取れます。バーン、はい、これで50個ですね。はい、でここまではライブでやったんですよね。でこれがもらえたりするんです。アクティブセルとかいうなんか素材がもらえたりするんですけど、ここまではやりました、ライブで。でこっから先がね、分かんなかったってところなんですけど、これね、ガススプリングをアップグレードするって、これがねちょっと意味わからなかったんですけど、これもですね実は判明しました。あそこの正面になんか緑のなんかが見えるの分かります？これなんですよね、ガススプリングこれをアップグレードするということになってるんですね。なのでこれ石斧でこんな感じでアップグレードできるんですよね。はい、これこういうことですここはこれライブでやってた時ね、意味わかんなくて、どういうことなんだろうなっていう感じだったんですけど、まあこういうガスエクストラクトションステーションとかいうのができるということみたいです。まあこれをどうするのかってよくわかんないんだけどね、まだそこまではまだわからないんですけど、はい。でまあクエストが進むわけですよね、こうやってね。うん、あと800取れと。で電気部品200、炭鉱収集100とか。炭鉱収集100が厳しいよね、ちょっとね。この辺まで来るともうちょっと自分が強くなって、あのジャーナルっていうか、スキルとかが進まないとね、ちょっと無理かなっていう感じですね。うん。まあでも、ここまではね、多分すぐいけると思います。すぐでもないな。あの、クリスタル能力をね、300個飛んだのが結構大変ちゃ大変なんですけど、まあでも頑張れば1日目でいきます。はい。で、あと特徴なんですけど、このモッドの特徴、これなんですよね。これがね、残機設定になるんですけど、ここに書いてありますね。はい。5回までは復活できるんですよね。で言うと5って書いてありますけど、うん。で、死ぬと、これがどんどん減っていって、最後0になったら、どうなるんだろうっていう話なんですけど、ちょっとやってみましょうか。この人ちなみにですね、至るところに、あそこにもいるけど、至るところにいるんですけど、これね、このなんか穴からね、虫が出てきて、めちゃめちゃ攻撃されるんですよ。なので、こいつ見つけてもね、触らない方がいいんですけど、今日はちょっと死んでみようということで、こいつを潰してみましょう。よく見ててくださいね。潰すとね、この穴からね、虫が飛び出してくるんですよ。見えました、今。これ、虫、この虫。速攻死ぬんで、すごいダメージなんでね。まあ触らない方がいいです、見つけても最初の頃はね。うん、はい、ということで寝袋で復活しました。はい、で今デスペラなくなったじゃないですかね。デスペラ消えるんですけど、これは何かっていうと、ねこれですね、3回までデスペラなしでどうやら復活できるみたいです。なのでライフ5あるんですけど、3回死ぬ分にはデスペラなしでどうやら復活できるっていうことみたいですね。うん、でこれちょっとバグなんですけど、これほらまたこれ出てるでしょなんかね、死んで復活するとこのクエストがね1個ずつ増えていくんですよね。これヒューマンリサーチセンターを設置するってまた出てるんですよね。これもう1回死んでみるとまた出るんですよね。だから最大5個までこのクエスト並行させてやることができます。最大5個までね、そんなにやってどうするんだって話ですけどね。ちょっとね、ライフなくなるまでやってみましょうか。はい、ということで今5回死にました。ここのライフが0になったんですけど、そうするとね、こういう赤いこの手が出てますけど、これ何かっていうと、これ30秒以内に、リジェネートエッグを なんか取れと入手しろと、しないと死にますよっていう話なんですよね。でこれ30秒しかないんで、30秒以内に取らないとこんな感じで死にます。はい、だからまあゲーム続行不能にはなるんですけど、30秒以内にリジェネートの卵を最初に持っててですね、覚えてます？
あれを取れば、まあ、復帰復活はできるんですよ。ちなみにどこで死んだかというと、こっちの方なので、30秒間に合うかな。半10秒間に合うでしょうか。30秒以内にあれを取って、開くと、ライフが増えるんですよね。ライフが増えるので、それで一応復活できるという話なんです。これですね。間に合う？開く。あ、これ来た。で、これ、ライフ5になって、で、これで一応死は回避できるんですよね。あ、消えましたね、今ね。今、赤い手のマーク消えましたけど、はい。まあ、そういうことのようです。はい。で、最初にも言いましたけど、死ねば死ぬほどこれが増えていくんで、今、めちゃくちゃ増えてますけどね、今ね。うん。まあ、この辺はちょっとバグなんでしょうね。今、前半の序盤としては一応こんな感じですかね。このモッドはどんなモッドだっていうと、言われると、まあ、こんな感じのモッドですよ、という感じになってますね。はい。で、ちなみにですね、よいしょ。まあ、この、リジェネートエッグとかいうやつ、リジェネートなんとかっていうのを、後からでも入手できるのかどうか、ちょっとよくわからないんですけど、もしね、死んでしまっても、一応有利には働くので、まあ、あまり気にしなくてもいいかもしれませんね。うん、そんなにね、気を落とすことはないと思います。はい。ちなみにこれ、土地書を置くと、これ取れるようになるので、一旦置いたやつね。うん。土地書がないと、まあ、取れないんですけど、置いてしまえばね、そう、だから拠点内に設置してしまえばね、これ、まあ、自由に持ち運びできるので、さっきのね、クエストいっぱいね、溜まってたじゃないですか。同じやつかね。これね、だからこれ置いたらね、多分クリアになると思うんですよね。これ置くのがね、でかすぎてね、なかなかうまく置けないっちゃ置けないんですけど、チャレンジ完了しますよね。ものすごい量の経験値がもらえます。これ、こんだけあるからね。うん。ものすごい量の経験値がもらえます。はい。レベルアップしました。で、これ順番にね、全部行くんじゃないのかな？これね、今これが進んでるんですけど、この辺はだから、またアップグレードしましょうみたいな感じになってますけど、これなんでなってるかというと、もうすでにね、350持ってるんで、こいつをね。はい。で、もう一個ね、どっかにガスあったんですけど、どこだったかな。ガスアップグレードしたらまた一気にクエストが進んでですね、ものすごい経験値がもらえるっていうことになるんですけど、一応ね、ガスはね、遠くからでも見えるんですよ。あ、あそこにあるね。ここにありますね。遠くからでもね、この緑のね、煙みたいなのがちらっと見えるので、まあ、すごいとこにあるね。はい。これ、右クリックで。これ、アクティブセルも本当は2個しかもらえないんですけど、クエストが重複してるんでめちゃくちゃもらえるっていうね。うん。で、経験値もとすごいもらえるっていう。だから今、なんか1、2、3、4、5、6、7個もクエストは重なってますけどね、今ね。すごいことになってる。まあ、その分ね、この経験値、ただでさえ経験値結構もらえるんですよ。2000とか1万とかね。なので、まあ、これ集めたらすごいことになるよね。一気に今レベルも11。ゾンビ一体も倒してないんですけど、多分。ね、敵キル数0なんだけど、レベル11まで上がってるっていう。そんかり死亡回数6回ですよ、みたいな、うん、感じですね。うん、まあまあ、そんな感じのモッドになっております。はい。でですね、昆虫が、まあ、ちょいちょい敵で出てくるんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ。その昆虫のことを、まあ、ザーグっていうみたいなんですけど、ザーグと呼ばれてるやつみたいなんですけどね。昆虫がめちゃくちゃ強いんで、昆虫に見つかったらね、まあもう死んだと思ってください。死んだと思ってください。いろんなところにいるんですよ。そしてですね、ちょっとこれまだね、そこまで行ってないんですけど、昆虫がね、普通の武器じゃどうも倒せないっぽいですね。うん。なので、その辺はですね、さっき見せた、ヒューマンなんとかセンターを使ってですね、武器を作って、で、それを使って倒していくみたいなイメージなんですかね。まあ、その辺はちょっとね、自分でやってみてください。はい。ということで、一応ですね、ライブでは紹介しきれなかった、このモッドの前半部分についてちょっとご説明いたしました。よかったらやってみてください。結構特徴のあるね、面白い、先進的な、
先進的なモッドになっております。だいぶちょっとわけわからんっていうわかんない部分結構あるんですけど、まあそれでもね、いろいろ試してみたらまあわかっていく部分ではあるので、よいしょ。はい。トレーダーとかはね、無敵ですね。これね。うん。ライン、はい、こんな感じ。トレーダー無敵になっております。はい。ということで、まあ一応、モッド紹介としてはこんな感じにしておきましょうか。はい。よかったら皆さんやってみてください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。はい。ということで、ちょっとおまけなんですけど、本編の方でね、死ねば死ぬほど、なんか、クエストが重複するみたいなことを言ったんですけど、一体どれぐらい重複するのか、死にまくってみたらどうなるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい。でですね、今これ、最初のクエストトラッキングが終わったところですね、居住区への旅路っていうトレーダーに行けっていうところまで進めた状態なんですけど、最初のね、これですね、ヒューマンリサーチセンターを設置するって、これ設置しただけで経験値1万もらえるんですよ。1、10、100、1000万でね、1万もらえるんですよ。ということはこれをどんどん重複すればですね、とんでもない経験値もらえるんじゃないかという話になるわけですよ。ね、で、まあ、死ぬのも大変じゃ大変なんですけど、一番楽なのは高所から落ちればまあ死ぬかなという感じはあるじゃないですかね。うん、ちょっとやってみましょうかね。はしごで登っていけばいいでしょう。ダメかな。はしごで登っていく。あ、でも、はしご、あ、そうか、ブロックも作んなきゃダメか。これね、これじゃ置けないか。これじゃ置けないね。高いところを探した方がいいのか。高いところ。あの塔の上から落ちてみる。あそこの塔の上からちょっと落下してみますか。はい、やってきました。まあ、とりあえず寝袋を置いてですね、もう死ぬ気で来てるんで、死ぬ気で来てるんで、まあ、突っ込んでいきましょうか。じゃじゃん。これ上になんかゾンビいたような気がするけど、いなかったっけ？いませんでしたっけ？鳥とかいるかもしれないけどね。まあ、この屋上から、あ、いたいた。でも別にいてもいいんだけど、俺はとりあえず、あの自殺願望じゃないけど、飛び降りたいんだ。飛び降りさせてくれ。この辺から落ちても死にそうだけどね。この辺から落ちても死にそうじゃない？あ、死ななかったわ。生きてた。あ、これ飛べば死ぬわ。ということで、ちょっとね、クエストどんぐらい重複するか、ここでちょっとやってみましょうかね。はい。はい、ということで、ちょっと50回ぐらい死んでしまいました。死んでみました。50回ぐらいね。多分、数え間違ってるかもしれないけど。これで50回ぐらい死んだと思うんで、寝袋をね、こう、上の方に置いとくと、簡単に死ねていいですね。簡単に死ねていいっていう、言うのもおかしな話だけどね。うん。まあ、そんな感じになっております。はい。ということで、ちょっと俺取りに行きたいんだけど、あれを30秒で取りに行けるかな。ちょ、いけない。30秒で行けるかな。30秒であのバックパックを取りに行けなければまた死ぬんですけど、これ取りに行けるだろうか、果たして。あ、取りに行けないかもしれない。きついね、これね。30秒でと、まあ死んでもいいから取りに行くか、死んでもいいから取りに行くっていう戦法で行くか、これ。高く上がりすぎるとね、バックパック付近で復活。これだね。バックパック付近で復活。あ、来た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 。よしよしよし。30秒で取りに行こう。頑張って。頑張って。多分ね、50回、今ので51とかかなぐらい死んでると思うんですけど、これ寝袋。あ、これいろいろ入ってる。あ、待って、ここに、これ、これを開ければとりあえず俺はもう死ななくなるので。はい、来ました。ライフ5増えた。OK。これでもう死なないはず。ちょっとこいつだけやるか。よいしょ。よいしょ。で、さっき落ちて死んだ寝袋入ってるのはこれですね。あ、寝袋入ってるね。OK、OK、OK、OK。これで何個 ?50 ぐらいいったと思うんだけどね、多分ね。すんごい量だよね、これね。2、3、4。あ、だね。50ぐらいは多分いってるね。51か2とか、それぐらいだと思うけどね。トレーダーにとりあえず行きましょうか。トレーダーの近くで置いてみるか。で、1万、経験値1万もらえるんで、
ね、あの なんだっけ、ヒューマンなんとか置いたらね、ちょっと置いてみましょうか。これトレーダーの近くは置けないかな、やっぱり。これ置くと経験値1万もらえるからね、置いてみましょうか。一気にレベル上がるのかな。じゃじゃん、あ、すごい、51万もらった。経験値がレベル上がるの。レベル25になりました。やった、すごい。めちゃくちゃもらいましたね。スキルポイント28だって。まあやる意味あんのかって言われると微妙ですけどね。ねえ、それやる意味あるんですかって言われると結構微妙っちゃ微妙だけどね。土地主張が、土地主張どこで置けるかな。ギリギリあのあいつが入るところに置きたいんだけど、置けないから回収できなくなったかな。回収できなくなった説あるね。あ、回収できなくなったんだこれ。まあいいか、ということみたいですね。はい、まあまあ暇がある人やってみてください。もう18時になっちゃったけどね。もう18時になってしまいましたけど。でこれで、クエストは一気に進んでるんで、またね、このクリスタルオレを300個収集したら、クリスタルオレ300個収集でまた1万経験値1万もらえるんで、これはなんかえぐいことになりますね。えぐいことになりますよ。えぐいことになるけど、まあやる意味あるのかって言われると微妙だけどね。うん、そんなことする意味あるんですかって言われると非常に微妙なところではありますけどね。うん、はい、300個貯まりました。300個貯まって、アップグレード、アップグレードしましょうか。アップグレードしてみるか。あそこにある。この、なんか位置はいつも決まってるっぽいね。どうやらね。これね。じゃーん。また51万もらえた。経験値が。レベル36。あー、なるほどね。スキルポイント39。あー、そういう感じか。ちなみにゾンビは4体しか倒してないんですけど、もうステージ43まで上がってる。死亡回数50回。死亡回数50回だね。死亡回数50回。あ、なるほどね。まあ、やる意味あんのかって言われると微妙だけどね。うん、やる意味ないかもしれないけどね。まあそんなバグもありましたと、という感じですね。はい、ということで、まあ興味があったらやってみてください。大川さんでございました。またね。